さん、ピザマン、ハッピーさん、ハートとお花、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんか食べたくなってきちゃったなんか食べたくなっちゃった。お腹空いてるんだよな最近、常に。でも食べたいものが見つからなくて、食べるものを迷ってるの。そうなんよ、難しいよね。隠します。隠しまーす隠しまーす。あー、煮卵食べたい。煮卵食べたいけどね、もうないんだよ、送ってもらわなきゃ。あー、くしゃみ、ハッピー出るか。かわいそうよ。大丈夫か、ハッピー、大丈夫か、大丈夫か、おいで。まあ、ハビタン、ハビタンここにいな。はい、ハビタンお風邪なんですよ。風、結構な風大丈夫か、心配よ。そう、くしゃみと鼻水が止まらないの今。暖房つけてるんだけどね。そう、薬もお父さんからね送ってもらってあるんだけど、大丈夫か。ご飯に混ぜてるから効き目がなくなっちゃってるのかな。やっぱご飯に勝っちゃってるのかな。大変なのよ。そうなの、めちゃめちゃ嫌がるからさ、あげらんないぐらい嫌がるの。薬単体であげると口に奥に入れて飲ませるんだけど。こんばんは、こんばんは、ハッピーさんお大事に、ありがとう。そう、こういうこともあるからさ、こういうこと、そう、風邪気味だから部屋をね温めなきゃいけないわけですよ。で、私のいる間はね基本暖房つけてるけど、やっぱり練習とかでいない時は1時間後に消えるとかでタイマーでやってるんですけど、やっぱいない時間が長いわけだから、その間ハッピー寒いんだろうなと思って、すごいかわいそうなんだよ。そう、薬難しいな。でもね、しっかり飲んでくれる子は飲んでくれるんだけど、たまは難しいですね。お膝の上に置いたらお座りしてくれたかわいい。膝の上にいる。え、女の子のアバターさん、なんだろうこれ、綺麗な青いギフト、なんだろうこれ、砂じゃない、なんだろう。ありがとうございますカルナバタさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、お薬飲みたねは赤ちゃん用だからね人間の、動物もなんかあればいいけどさ、ないから。毛布っていうかさ、やっぱ布団はハッピーが寝れるようには置いているの、いつも家出るとき。カーペットね、ないからな、うちいや、実家にもないんですよ、置かない派なんですよなあ、ハッピー。確かに一番ホットカーペットがいいかもね。暖房より電気代かからなさそうそう、ハッピーの薬、錠剤の半分に切ってあげてる、朝夜。なんだ、ハビナさん、明日一日頑張れる自信がない、応援してください。頑張って、私も頑張る頑張ろう、一緒に
頑張って応援してます。頑張ろう。私は特に頑張らなきゃいけないのは明後日ですね。こたつもないないのよ。こたつ家に置いちゃうとさ、猫はいいけど人間はダメになるよねなんかさ、やっぱ寒いと暖かいところから動きたくなくなるから、寝る時間も遅くなるし、こたつで寝ちゃって体が痛くなっちゃう。そう、前昔はねよくこたつで寝てたりしたからわかるんだよ、ダメ人間になるということが。まあでもね、ちっちゃい子が、私はねこたつあってもなんとか布団で寝れてたけど、家族のうち誰かはね寝てたから、こたつはダメになるんだよ。人ヨギボーとはまた別の出かけるときハッピー心配、当たり前に心配なのよ。そうなんだよ、風邪ひいてない時でも心配だからね私。そう、何があるか分かんないよもう。ハッピーさん常に病気でさ、呼吸もしづらくて、で年齢もどんどん上がってきてるから、こたつがなくてもダメ人間。そんなことそんなこと言わないでそんなこと言わないで。こたつ乾燥しちゃう。そうなの。もうずっとさ使ってないからわかんないな。さやの愛を受けてハッピーさんも幸せ、幸せだといいな私はちなみに幸せ、ハッピーといて私だけ幸せだったら悲しくない。ハッピーも幸せって思っていてほしいな。ハッピーターン。寒いね。でもね、夜寝るときは一緒にねベッドで寝てるんですよ、ハッピーと。かわいい。たまに布団の中に入ってきてくれる。でも常に布団の掛け布団の上で寝てるね、ハッピーで。ちょうど暖房の風が当たるようなところで寝てる。そう、季節的にも心配だね。幸せだれ、ハッピーさん幸せでしょ。だといいね、ハッピー。最近一緒入れないけど、かわいいね。ねえ、明日は11月11日だよね。ポッキーの日だ、みんな。ポッキーだよね、プリッツの日じゃない。あ、同じか。え、でもポッキーの日の方が言いやすいか。そう、明日はポッキーの日です。皆さん食べますか。ちなみに私は今日も食べましたこの間も食べたんだけど、今日も食べたよ。帰ってきて食べた、いちごのポッキー、美味しい。最近さ、いちご味のチョコを食べたくて、例えばポッキーもそうだけど、ガルボもいちごが一番美味しいと思ってる。そう、でも私はねポッキーよりねトッポ派なんですよ実は。でも最近ポッキーのいちごがあるなと思って食べたら美味しくて、そっち食べてる。ポッキーの日特にでもなんもないよね、ポッキー。特に思い出はないね学生の頃もさ、そんな気にしないで生活してたからな、ポッキーの日。周りのこうクラスの違う子たちはなんかみんなで食べてたりさしてたけど、私たちのクラスは特になかった。別に仲悪いわけじゃなかったけど、イベントごと別にそうでもなかったな、ま、常にお菓子持ってた仲いい友達はくれてたけど、CM が流れる。でも今さ、ポッキーというよりあれよね、冬だから、冬？もう冬かな、わかんないけど、
あれよ、メルティキッスだ今売ってるね。買ってないんだよな、まだ。メルティキッス美味しいよね。普通の味もいいけど抹茶が好き、一番。いちごもいいけど。あー、冬の口溶け確かにある。美味しい美味しい美味しいね。何、学食みたいなのが装飾されてなかった。学食はね、私の高校なかったんですよなかったのよ。ちょっと残念だった。売店、ちっちゃい売店しかなくて。そう、メルティキス降ってくる時期よ。もうそんな季節よね。でもさ、メルティキスってさ、冬限定ってあるけど、冬はドンキとかだからかな。何でも常に売られてるところはあるよね、探せば。昨日からめっちゃ雪降って、どこにいるんだろう北海道かな。サシャだっけ、これ。サシャだよね、あのサシャって感じのさシャ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 ってなってるチョコだよね。あれも確かに美味しい。いや、チョコはね、何でも美味しいのよな。そう、効率は基本ないよね、食堂。まあ、あるところはあるか。北海道か。北海道行きたいな。でも今またさ、あのコロナウイルスが流行ってきてしまっているので、本当に気をつけてほしい。サシャ、サシャ、え、かわいい、ハッピー。見落としてる、本当に。私の膝でめちゃめちゃかわいい。チョコ、あ、でもサシャは、抹茶も食べたことあるかな、わかんない。アイスは冬売れる、確かにそうだよね。だってさ、あったかい部屋でアイス食べるの一番おいしいもん。最近さ、そう、ケサンと行くコンビニでご飯買ったりするんだけど、アイスコーナー必ず見るのねそれでさ、雪見大福のティラミス味があって、絶対おいしいだろうなって話してるんだけど、まだね、買ってないの絶対おいしいよ。でも最近雪見大福食べないな。食べるとしたらね、アイスの実のカフェオレとピノと、なんだ、あとは抹茶のアイス、いろんな種類そう、食べたいな、アイス。今日もさ、買おうとしたんだけど買わんかった、結局。何が食べたいんだろう今。いや、親子丼が食べたいお母さん作る親子丼が食べたいし、お父さんが作るカレー、まあ、お母さんの作るカレーも好き、本当に好きだけど、お父さんの作るカレーも美味しいんだよね。なんかね、男の人って感じのカレーなのなんかね、具材が大きいの、切り方がやっぱさ違うから、そこでも変わる。あとは辛さも違うしそうなの、男の人って感じ。男の人の手料理は本当におじいちゃんとお父さんしか食べないから分かんない。そう、おじいちゃんも料理人、お父さんのお父さんねもう料理人だし、お母さんのお母さんも料理人っていうか、そう、資格持ってる人だから、ご飯が美味しいわけですよ美味しいんですよ。あ、本当だ、589、ありがとうございます。え、ちょっと待って、え、タワーなんで、ありがとうマフルのぶたさん、ハト、コディシュナブタさん、拍手、太陽でいいのかな、これ
なんで間違いじゃない？平気？太陽のアバターさんタワーありがとうございますなんか普段の日だとすごいねって思っちゃうのありがとうございます。ちょっとこれ以上下がれよなありがとうございます。太陽のアバターさん覚えてるよ。前の推しの語呂合わせの日だから今日待って何日580私の大好きな人だ本当だ、そういうことね。ありがとうございます本当だ、琥珀さん琥珀日だって。すごい、大丈夫？ちょっと待って、ペンギンタウン、本当だ、待って、いつもの方、女の子のアバターさん、アバター変わってる、ありがとうございます。ペンギンめちゃめちゃ可愛い、秋仕様冬仕様か、ありがとうございますありがとう。焼き芋ペンギンっていうの名前、ありがとうございます。キュンです。漏れん。でもなんか今日さ、なんかさ、すごい画質綺麗じゃない？私だけ？すごいさ、しっかり写ってるんだよね、自分の顔が。メイクもなんだけど、キュン、すごくない？そう、メイクをね最近変えてるんだけど、今日もね昨日一昨日と違うんですよ。わかる？画質今日すごいだよね。今日ね違うの、アイシャドウはね今日はブラウンで、キラキラもそこまで多くなくて、アイライン細くて、インラインは赤茶で下にここね線をね赤茶のペンで描いてるんだけど、それも描いてるから目がはっきり大きく見えるのかな。あ、白い服だから余計に綺麗に、あ、そういうことか。あ、絶対それだ、メイクとか関係ないわ絶対やば、そうなんだ。なんか前松葉したんだけど、もう取れてきちゃって全然まつげがね上がらないの、自分でさやってるんだけど難しい、全然上がんないの私のまつげ、ビューラーで頑固みたい。キラキラわかる？わかるか。あ、確かに動くとね。調子いい？調子いいのかもしれん。やっぱさ、年齢に合った服装に合ったメイクをしなきゃいけないね。やっぱさ、ずっとピンクとかオレンジちょい入ってるピンクのアイシャドウをずっと使ってたんですよ、安定してね。でもここ最近ブラウンにしようと思ってブラウンにしたら、前に思ってたより平気だなって思うぐらいナチュラルで、なんか別に平気だな、違和感ないなと思って。若い線わかる？わかるよね。ちょっとまあいろいろ変えてみよう、これからも。何が一番合うのかさ、まだ自分でもわかんないから。ああ、冬はブラウン、確かに。秋もブラウンがいいかね。今日何話そうとしたか、なんかあった気がするんだよな、忘れちゃうんだよなすぐ。忘れちゃった。まあいいか、落ち着いた感じ。そう、
秋めいた感じ。そうそう、投資したの、投資したんだよ今日、あやとえなまると一緒に。前はね、えなまると2人で投資したんだけど、あやとは今回が初めてで支えて泣いてないよ。いや本番は泣かないよ。そう、あやとたくさん話した、今日は初めてってぐらい話したかな。何分話したのか分かんないけど結構話した。ドキと過ごす時間はどうですかかな。星あるけどどうですか。いいですね一人の時間もそれはもちろん大切だし好きだけど、やっぱ大事ね、同期との時間作れるならどうにかしてでも作って一緒にお話ししたいね、みんなと。そうだね、いい話、いい話もした。いい話しかないね。振りもねたくさん教えてくれたし。そうよ、え、なんかもうね細かい細かいと思った。 K2 の振り今回初めて踊ってるけどさ、あと2日しかないんだよ本番まで。なのにそう、今日知ったこともたくさんあったから、細かい振りでキャパシティとかさあんま見えてないから分かんないかな。みんな細かい振り分かる？ケツの公演のドキっていいよね。いいね。そう、今日あれだね、ドラフト1期生さんの7周年だっけ。長い、すごいな。私たちは9期生はもうそろ2年か、もうそろ2年。でも全然だね。え、全然経ってないじゃん、まだ2年唇の色いいね。そう、最近変えたんですよ、ロム&じゃなくてリカフロッシュなんですよ。なんか 赤いの買っちゃった。同じような色を持ってるのに、だったらオレンジ系買えばよかったなと思って。最近目パッチリしてない？してるの。メイクも変えてるからかな。え、なんか嬉しい。あとは目見開いてるのかも、勝手にそう、赤に控えたんかな。なんか赤すぎてもさ、人食ったみたいな感じでダメじゃん。なんかアイドルってさ、やっぱりナチュラル系が一番だし、ナチュラルがいいって言うじゃん、みんなファンの方は。え、これからこのメイクにしようかな。いやでもまだ試してみたいのあったらそれやるけど。人食った、そう、よく言われるんだよ、めちゃめちゃ真っ赤なリップつけると。そうなんだよ。あー、中盤衣装おへそ出しだから気になる。あ、気になる、気になるね。そう、でも私はチャック閉めようと思ってますあれさ、閉めてもいいんでしょ。なんか出たことないから分かんないんだけど、それ赤似合う、嬉しい嬉しいえ、そう、あの中盤曲っていうとスタンドアップからか、スタンドアップからの衣装だっけ。あれね、そう、チャック閉めてる人は閉めてるじゃないですか、ルカさんとか、あと誰だろう、水野愛理さんかな、わかんないけど、あの衣装めちゃめちゃ好きなんですよ私。 K2 公演の中でまあ今のところ閉めますねお腹の状態が良くてもあれは閉めたくなりますね。なんか見た目も空いてればいいんだけど、踊っててすごいずれるのが嫌だなと思って、私的に
なんか直すのも嫌だし、そうね、開けた方がかっこいいのはそうわかるんだけどね。ソーダさん脱いでたよね、この間初日かな、8人公演の見た定点で須田さんはかっこいい。あれは自分の意思が明け示してる、多分そう、多分ね。ああ肩落としてか何も、ああそうそうそう、はだけすぎてもね言われちゃうからまあいつかは変わると思う。もうその場になんなきゃ分かんないな、私もまだ一回も来たことがないからさ、どんな感じか。でも私あのキャパシティとかのルカさんが帽子かぶってるじゃないですか、あれがすごい可愛くて、ルカさんが帽子かぶってるのしか私見たことがないんですよ。他にいた？いる？全然見ない。私が見る公演は常にルカさんな気がする。あの衣装本当に可愛い、青と黒シルバー。衣装合わせ終わってんの？終わってない。衣装合わせは当日だね、リハの時。そうなんだよだから誰のかも分かんないし、まだ。ラブリンさんもたまに。そうなんだ、絶対似合う。楽しみだね。でもあと11時35分だよ。ちょっと待って、それ終わりにしよう。だって今日さまだ火曜日だよ、水曜日じゃないよ。週の真ん中でもない、みんなお仕事だよね申し訳ない、こんな夜遅い時間まで付き合ってもらって。明日は大事なお仕事、撮影とかじゃないんだけどさ普通にシンプルに大事な仕事だから、それが終わり次第練習ですね。本当に頑張ろう頑張ろう。そんなギリギリなの？そうなんだよ。そう、青春ガールズ公演もさ12周年公演で踊ったじゃないですか。あの日の前にフィッティングとかあるんですけど、それでねついにね青側の衣装が9期とか10期は定着するよって言われてフィッティング行ったんですよ。そしたら私里川さんの衣装でそうすごい嬉しかったので、9期19期はそう固定だよって言われて、ああ12周年もまだ9期は 9期研究生、研究生のままで昇格もないんだってそこでも確信してたんですよそうなので、うわやった里川さんの衣装だ、しかも浴衣の衣装ピンクじゃん、可愛いと思ってたんですよ。って思ったら昇格して青ががなくなって固定したのに一回しか着ることがなかったですそうなんだよ、里川さんの衣装だったんだよ12周年公演も。めちゃめちゃ残念すぎるよね、せっかくだったのに。でもね前衣装着た時は白雪さんも結構多かった、嬉しかったな。毎回ね着る前は絶対に見るんですよ、今まで着た人の名前が書いてある袋を見たり。青がやりたいな、みんなでもう一回やりたい。でも16人になったら完璧に人数が足りないから9期生から出るかな、そしたら出れそう。白木さんポジなら私はいつでもいける誰もいないから。そうなんだよな、そう衣装の巡り合わせがね最近すごいんですよ。のび太大丈夫？
ちょっとハッピーがさ、寝てるから動けない、配信終わっても まだあの日の青があれか、何月だっけ、もう何月か忘れてた、2月だっけ、久しぶりの公演だったけどコロナウイルスで中断になった公演、2月20何日やりたいね。動けないのも幸せ。そうよそうなの。そっか、青がね、2月26か、ありがとうございます2月26か、そんな前か、もう早いな。だってもう11月10日でしょ、1年終わっちゃうじゃん。こんな今年やり残したことたくさんあるよね、あるよね、私もめちゃめちゃあるもん。ハッピー、その日当たってた。そうね、そうなの、2月26日の青がね、めちゃめちゃ遠見の方の当たってる報告があったんですよ。だから余計に私すごい楽しみだったので、急遽なくなってすんごいショックだったの。何回何回でも話すよこの話本当に悲しかったの。そう、名古屋に住んでる方、東海地方に住んでる方ももちろんだけど、遠くの関東から来てくださる方も何人かいて報告があったの。悲しかった悲しかった。やり残したことあるけど思い出もなんだかんだ、確かにね、神奈川に帰れたし。そう、4時頃急に、そうだよ、あるかもしれないって言われてたから一応途中までメイクはしてたんですよ。でもないって言われたからメイクやめて帰りました悲しかったな。そう、しっかり覚えてる。やっぱさ、悲しいとか悔しい嫌なことってさ覚えてるよね、いいことよりも覚えてる、いいことの方を覚えておきたいね、ずっと。その方がいい人になれる気がするこんばんは、こんばんは、雪だるまのボタンさん、だるまありがとうございますあ、そう、今日さ沼にハマって見ただっけ、ヨコニャンさんが出るって聞いたから、私練習する前にね、そう録画したんですよ。後で見ます後で見ます、ヨコニャンさん、私がね一度は出てみたいと思っている番組さんでもあるので、そう録画したよ、しっかり。あと SK ホテイトの平均も地上波にで放送されるから、それもいつの間にか録画してあった見る時間があったら。ヨコニャンさん、そうヨコニャンさん、ツイッターでもねツイートされてたからいいねしました。本当に楽しみ。沼ね、私は生き物だね。ね、もう45分だ、終わりにします、終わりにします。ランキング38位、ハッピーさん1位、ハッ、あ着替えてる、ハッピーさん、クマじゃない、ペンギンタワーありがとうございましたちょっと今日漏れないよありがとうございます本当にいつもいつも。2位、太陽のアバターさん、タワーありがとうございます。584日目記念私も好きな先輩ですね
ありがとうございます。3位アフロのアバターさん、4位ハートのアバターさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位カレーのアバターさん、8位スコティッシュのアバターさん、9位ハッピーさん、10位ハッピーさん、11位ヤギのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん、皆さんありがとうございました。明日陽気頑張ろう。音符ありがとうございます、ハッピーさん。あれ、私今584って言った？589です、ごめんなさい。589、明日は590。お、いいですね。また目標、やらなきゃいけないことを見つかったので、当日まで頑張ります。みんなパワーちょうだい、本当にちょうだいパワーパワーちょうだい、いつかパワーちょうだいってちょっとね、ツイッターで言うかもしれん。メールではね、今日言ったんだけど。こんばんは、間に合った？ちょっとね、もう終わっちゃうんです、ごめんね。送るよ、ありがとう。ありがとう。では皆さんありがとうございました。本当にこの可愛いタワーありがとうございました。同じ場所かな。では今日も一日お疲れ様でした、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。